これもね、以前あのうちのスリラナイトに来られたお客さんから聞かせてもらったんですけど、体験者は、まあ、この聞かせてくれたのは女性なんですけど、その方のおばあちゃんなんですよ、うん、で戦前の話なんですね。でそのおばあちゃんっていうのが四国のあるほんと小さな村で生まれ育ったそうなんですけど、物心ついた頃からこのおばあちゃんちの、ね、近所に一日中何もせずに自分家の家の前でぼーっとしてる青年がいたそうなんです。で他のね大人たちは村の人みんな朝早くからいつも仕事に行くんですけど、その青年だけは毎日一日中ぼーっとしてる。ただこのね体験者はそれに対して何か不思議に思うこともなかったそうなんです。でそのまま何年か経って、まあ、彼女が小学校に上がる年だったっていうんですけど、ある晩ふと気になって自分の父親に、ね、あそこの、ね、お兄ちゃんは一日中あそこでぼーっとしてるけどなぜなのって聞いたそうなんです。とそのお父さんがうんって言って我が子を、ね、こう抱き寄せて自分の膝の上に座らせて、あの人な子供の頃神隠しに会ってるんだ。でその言葉自体が初めてだったんです。で神隠しって何って聞いたら、いや実はなってこの父親が話し出したんですけど、その青年が子供の頃小学校上がるぐらいの年だって言うんですけど、ある日忽然と姿を消したんです。でもう村中ね大騒ぎになってみんなで探すんですけど、一向に姿が見つからない。で1週間ぐらい経って、まあ、彼の父親もねもう半ば諦めてたって言うんですけど、ある晩自宅でこの縁側でねタバコを一くパカーッと吸った。で何度か吸って煙をふーって吹いたある瞬間なんですよ。口から出た煙が空中にねバーッと漂いますよね。これが突然ギュッと凝縮して真下にドスンと落ちたんですよ、うん、えっと思った次の瞬間、目の前の縁側の下から自分の息子がヒュッと立ち上がる、うん、お前どこにいたんだって話で大騒ぎなんですけど、ただ何を聞いてもこのまともな返答にならない。それでもねもういろんなこと質問して、まあ、ポツリポツリとこう発する言葉から推測するとなんですけど、この少年ある瞬間にふっと気づくと、見たこともない小学校らしき建物の外、まあ、中庭のようなところで倒れてたんです。で見上げるともう夜で月が出てる。でこの校舎をね背伸びしてふっと教室の中に覗き込むと、真っ暗な教室なんですけど、その教室の中に子供が4人ぎゅうぎゅうになって入ってる。変ですね、子供が4人ぎゅうぎゅうになってるってどういうことか。これまず覗き込んだ時、一番手前にいる男の子だって言うんですけど、体育座りして座ってるんですよ。ただ彼の頭のねてっぺんっていうのが天井についてるんです。つまりものすごく大きいんです。でその子の後ろにいる女の子もやっぱり体育座りしてるんですけど、頭が天井についてるんです。でさらに女の子の向こうの子もそれぐらい で教室の一番この奥のね前に座ってる男の子ってのが一番大きいんです。体を折りたたんだ状態で頭頂部が教室の前面黒板にべったりついてるんです。ただそれ見た時怖さってのもなかったらしいです。ただそれを見ながら、あの一番奥の男の子、あの子が今よりも大きくなってどん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 膨らんだらパチンと弾けるんだろうな、でもあの子が弾けたら次この教室に僕が入るんだろうなって思った途端、その男の子がぐーっと首こっちに向けてああって言うんです。その途端にパチッと気づいたら自分が自分家のね縁側の下にいたってでっていう話をこの幼い頃にねお父さんから聞かせてもらって、妙な話だなと思ったそうなんですけど、最後にこの父親が、お前あの人いくつぐらいに見える？で子供ながらに二十歳ぐらいかなって言ったら、あの人50過ぎてるぞ。それ以降明らかに年を取るのが普通の人より遅いらしいんです。でこの体験者のね、まあ、おばあちゃんですけど、大人になった頃には
その青年ってもう忽然といなくなってたというか、まあ、その家自体がもうなくなってたらしいんですね。年老いた両親がいたらしいんですけど、どんな生活をしてたのかで、その後ねどうやって村の中からいなくなったのかはわからないっていうんですけど、一体これがねどういう世界なのか、まあ、神隠しっていうものなんですかね。僕の知り合いのある女性で、人材派遣の会社を立ち上げた方がいるんですね。で、今から数年前に、ちょっとこのね従業員を募集しようと思って応募かけたんです。とそこで、応募してきたのが当時38歳の武藤君という男性なんです。で、元自衛官らしくてもう体つきたくましいし、こうで短髪ので受け答えもしっかりしてて几帳面な性格なんです。あ、いい人材が入ったなと思ってたんですけど、勤め出して数ヶ月経った頃のある日の夕方なんですよ。いつものようにこの武藤君自分の机でこうパソコンで作業してたんですけど、ある瞬間自分の机の上からボールペン1本ポロッと落としたんですよ。で、あって言って彼しゃがみ込んでペンを拾い上げる、この一連の動作を向かいにいたこの僕の知り合いの女性が一部始終見せたんですけど、しゃがみ込んで戻ってくる武藤君の頭部なんですよ。一瞬なんですけど髪の毛ザーッと長くなってるんですよ。で、もともとこの女性ちょっとそういうの見える人で、で、わ、今ちょっと嫌なもの見ちゃったなと、かといってね本人に言うのもまずいなと思ったんで、遠回しにね、武藤君、あのさ、君最近よくちゃんと寝れてるって言ったら、武藤君ふっと表情変わって、え、なんでわかるんですか。いや、そうなんです、俺ね最近ここ数日よく寝れてないんです。で、聞いてみましたら、この武藤君職場からちょっと離れたアパートをね借りて一人暮らししてるんですけど、このアパートの大家ってのが彼の両親なんです。で、そのつてもあって1階の部屋を2部屋借りてる。で、写真撮るのが趣味なのでその片方の部屋を現像室として使ってる。ただそこに住み出した初年度からそうだって言うんですけど、毎年決まった時期になると4日間寝れない日々が続くんですよ。で、その4日間って部屋で横になってると突然体の上に何かがドンと乗ってくるんです。で、あーっと思って目を開けるんですけど、自分の顔の上に長い髪の毛が覆いかぶさってて、それ以上何を見ようとしても見えない。でもそれが5日目になるとすっかりなくなるんです。だからね、俺も慣れっこなんですよ。で、なんかそんなの聞いたから、それさ、もしかして君んち事故物件なんじゃないのって言ったら、ええ、そうなんです、俺んち事故物件なんです。で、あの、彼が武藤君が入る数年前、その部屋に住んでた一人暮らしの26歳の女性が部屋の中で首吊って亡くなってるんです。で、これ亡くなってから遺体が発見されるまで4日間かかったんです。まあ、でもね、当の本人ケロッとしてるから大丈夫だなと思ってたんですけど、ある日出勤してきた武藤君、その僕の知り合いに、ね、何々さん、僕結婚したんすよ。え、武藤君君彼女いたっけ。いやいや、あの、俺ずっと彼女いなかったんですけど最近できた彼女と結婚したんす。もう、そう、いや、おめでとう。え、で、奥さんってどんな人。そうですね、年は26で、まあ、特に地味でもないですし派手でもないんですよね。あ、26歳なんだ。え、で、今奥さんと君の部屋で暮らしてるの。嫁がね、俺の部屋気に入っちゃったみたいで、しばらく2人で一緒に住もうって言ってるんです。ああ、そう、いや、急な話だけどね、よかった、おめでとう。で、その日それで終わったんですけど、この辺りから武藤君の様子どんどんおかしくなってくる。で、それまで几帳面な性格だったんですけど、仕事中のミスが非常に多い。で、例えばね、得意先にあのお使い頼んだら、職場出てった武藤君すぐ戻ってくるんです。で、忘れ物しました。で、忘れ物って私ついさっき頼んだよね、ハンコ持ってって、ハンコだけでいいから、君それ忘れたの。忘れました。じゃあ君何持ってったの。何も持っていきませんでした。で、それまで仕事中ね、飲む飲み物も大将に気を使う人だったんで、お茶か
水がもうほとんどだったんですけど、その時期から毎日何十本という甘い缶コーヒーを飲むんですよ。でその飲んだ缶を、ね、捨てるわけでもなく、自分の机の上にボウリングのピンのように規則正しく並べていくんですよ。で大抵ね、毎日そんな何十本も缶コーヒー飲んでたら人間太ってきますよね。逆に武藤君どんどん痩せていくんですよ。で大丈夫かなと思ってたんですけど、そんなある日、まあ、ちょうどその職場の従業員のね、保険の入れ替えがあったらしくて、全員に住民票提出させたんですけど、武藤君も他の方と同じように、はいこれって持ってくるんですけど、見たら武藤君の名前しかないんですよ。え、武藤君君結婚したんだよね、これ奥さんの名前ないよ、ああ多分嫁が婚姻届出し忘れてんじゃないですかね、いやそんな変な話ないでしょ、で君本当に結婚したんだよね、あのさもう一度ちゃんと奥さんのこと聞かせて、はい、いやだから年は26で特に地味でもないですし派手でもないですし、まあそうですね、強いて言えばぶら下がってるところが可愛いんですよね、えっと思って、武藤君君写真撮るの趣味だよね、奥さんの写真ないのって言ったら、あって言って財布から1枚の写真撮り出すんですよ。でそれおそらく野外、夜ねどこかの野外で撮られたものなんですけど、写ってるの武藤君一人なんです。一人なんですけど彼の体の上にもう一人人間がダブって写ってるんですよ。それが完全に女なんです。髪の毛ザーッと伸びてるんです。武藤君、いや君これ本当におかしいよ、君これ見ておかしいと思わないの、だから何がですかって言ってそのまま職場出てったんですよ。でそれから数日無断欠勤した武藤君、まあ、ようやく出てきたと思ったら、僕今月いっぱいでこの仕事辞めさせてもらいますと。でその辞める前日なんですけど、僕明日結婚式あげるんです、あそうよかったね、でこの女性もね、まあ、一応経営者だから花ぐらい贈ろうと思って、で結婚式どこであげるのって聞いたら、分かりません、それを最後にこの武藤君職場を出てったんです。で彼一体何と結婚したのか、で今後この方どうなっていくのかなという、そんなお話なんですよね。はこれ本当つい最近の話なんですけど、うん、ちょっとねあの YouTube の企画で、ちょっと前にですね、まあ、やっぱりその東京の西の方に行くことがあったんですよ。でその心霊スポットにね、行ったんですけども、まあ、ある本当にこう山の中にある神社にちょっと行ってみたんですけど、ただ僕これ十数年前あの役者やってた時にですね、とある映画の撮影で行ったことがあるんですね。で僕その神社のシーンは出てないんですけど、その間僕当時、待機のね車の中でこう待ってたんですけど、なかなか再開しないな撮影が、なんだろうなって思ってた記憶はあったんですよ。でまあその YouTube 企画でその神社行って、わ懐かしいななんて言いながらこう登ってったんですけど、むしろねあの心霊スポットって言われてる割には真逆の空気というか清々しくて、うん、ここ気持ちいいじゃないかなって、まあ、その日それで終わったんですけど、その撮影あった数日後に僕あのプライベートの、ね、友達と久しぶりに会ってこう食事してたんですけど、その友達っていうのがまさに十数年前のその映画の現場でスタッフをしてた男性なんですよ、うん、でああそうだ何々さんと、いやこの前ね久しぶりにあの神社行ってきましたよ、でああもうあれから十数年経ったんですねなんて話をしてる中で、突然その当時のスタッフが、あそういえば奥さんね、あの十数年前あそこで撮影やった時変なことあったんですよって言って初めて聞かされたんですよ。十数年前のその映画の撮影するっていうんで、その撮影日数日前にこのスタッフさんがね神社のこう近所に挨拶に行ったらしいんですよ。
ちょっとあの映画の撮影で、ね、今度神社使わせてもらおうと思ってるんですけど、ちょっとねご迷惑かけちゃうかもしれないですけど申し訳ないですって言いに行ったら、まあ、一番近くの近所のこのおばさんがね出てきて、ああいいよいいよいい、どうぞどうぞ使って、私そういうの全然気にしないから、ただねあそこの神社以前変なことあったのよって言うんですよ。今から数十年前だって言うんですけど、もともとその土地で生まれ育った女性で、この方子供の頃から教員になるのが夢だったそうなんです。で大人になって都内に出て、で中学校の先生をね、女性の方なんですけど、まあ、2,3 年続けたんですけど、何があったのか挫折してこう地元に戻ってきて、でそれからずっと自宅に引きこもるようになったんですけど、ちょっと気候が目立つんです。である晩真夜中だって言うんですけど、このね元教員の女性がまだ若い方なんですけど、私あの神社に登るって言い出したんです、真夜中なんです。で彼女のご両親もね、この近所のおばさんも、いやこんな時間だからなんてやめなさいって言うんですけど、私あそこ登るって言って、懐中電灯も何も持たず街灯一つもついてない真っ暗な山道をまるで昼間のように歩いていくんですよ。途中まで行くとね、車がそれ以上進めないようにこう柵があるんですけど、その柵を動物のようにピョンと飛び越えた話です。でそのまま闇の中に消えてって、それ以来その子行方不明なのよ。そんなことがあった場所だけどいいって言うんですよ。怖い。で、いや、まあ、でも僕らあんまそういうの気にしないんでって言って、まあ、了解は得たらしいです。で数日後、いざ撮影当日です。でこのスタッフさんがね、そのまたおばさんのとこ行って、じゃあ今日は撮影させてもらうんでよろしくお願いしますって挨拶したら、帰りなさいよって言うんですね。いやだってこの前ちゃんとねご挨拶、私そんなこと許可してないわよ、帰りなさいよって言われて、1時間そこで押し問答したらしいんです。で僕はその時にね、そのやり取り全然知らずに車の中で待機してたんですけど、確かこれ 何待ちの時間なんだろうって不思議に思った記憶はあったんですね。ただそれが十数年経って、あそんなことがあったんだってのを知ると、やっぱりあの神社何かあるのかな、ちょっと不思議な気持ちになったんですよね。へー、そのおばさんももしかしたらなんかちょっとこう、そうなんですよね、行動が一貫してないんで、ちょっと不気味ですよね。北海道行った頃に、それこそ初めて行った心霊スポットっていうのが、まあ、隣町小樽っていうところにあるハイホテルの廃墟だったんですよ。ある晩、まあ、高校時代からの友達大沼くんっていう男友達と、でこの大沼くんの彼女と僕の3人で、このハイホテルに行ったんですね。まあ、大沼くん車出してくれました。割とねこの大沼君っていうのはそういう場所が平気というか、ずかずか入ってくタイプなんです。でも僕とその大沼君の彼女は怖いんで、後ろからねおっかなびっくりついてくんですけど、1階のフロアぐるっと懐中電灯持って見終わって、まあ、この大沼君もねどこからその情報仕入れてきたのか分かんないんですけど、実はこのハイホテルっていうのは一番怖い場所はこの地下なんだと。で地下に行くとボイラー室があるんだけどな、そこが出るらしいんだって言って、やっぱ先頭に立ってこうどん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 行くんですよ。で、いやちょっと待ってくれよって言いながら僕ら後ついていくんですけど、いざこのボイラー室の目の前に立ったこの大沼くん、ドアノブ掴んでギーッと引いたんですよ。その途端わーって叫んだんですよ。で後ろにいた僕とその大沼くんの彼女びっくりして、え、どうした、何って言うんですけど、次の瞬間くるって振り返った大沼くん、いや別にって言うんですよ。え、全く無表情で、いや別に。でまあその晩帰ってきて、で後からね僕も気になったんで、大沼君とあの時さ何か見たの、何かあったのって言うんですけど、いや別にって言うんですよ。でそれからもね、気になるたびに僕実はこの質問をするんですけど、何度聞いても、まあ、それまでねにこやかに会話しててこう笑ってる大沼くんなんだけど、この質問した時だけスッ
と無表情になって、あの時と同じ表情で、いや別にって言うんです。一体あの瞬間この大沼くんが何を見たのか未だにわからないんですけど、ただね割とこう気の短いヤンキータイプなんで、同じこと聞いたりするとすぐ切れるタイプなんです。怒るんですけど、この質問だけは何度聞いても怒ることもなく全く無表情で、いや別にって言うんですよ。これはね不思議なんですよね。なんか怖いですか。なんかプログラム埋め込まれてるみたいな、ね、その言葉を聞条件反射的に伝えたら、うん、スリラーナイトはね自粛期間になって、うん、まあ、今も休業ですけど、まあ、あの月によってはね開けてた月もあって、でその頃に来られた40代ぐらいのご夫婦のお客様で、奥さんの方がもう階段大好きな方ですごく明るいんですよね。で旦那さんの方はあのそういったことに一切興味のない、でも真面目そうな感じのいい方なんですよ。でライブ終わった後にこうお話ししてたら、もう奥さんの方とにかく喋るんですよ。でどうやらこのご夫婦に、小学校3年生って言ったかな、娘さんがいるらしいんですけど、うちの娘ね不思議なもの見るんですよつって、で事の発端が、まあ、ある休日このお母さんと娘がね、リビングにいて、でお母さんこう料理作ってると、娘さんがあの、ね、何々ちゃんの分はって言うんですよ。で誰それ、いや何々ちゃんよ、お母さん何言ってるか分かんない、そんな子どこにもいないじゃない、なんでお母さんそんな意地悪するのって言って、娘さんプイッと膨れて2階の自分の部屋上がってっちゃうんですよ。で何言ってんだあの子と思ってお母さん追いかけていったら、その自分の娘は階段の途中でうずくまって泣いてるんですよ。でどうしたの、いやその何々ちゃんが私の髪引っ張って意地悪したと。でもちろん部屋確認しに行くけど、当然そんな子なんてどこにもいないんですよね。で正直これお母さんからしたらイマジナリーフレンドを自分の娘は見てんじゃないかと思ってたらしいんですけど、それからしばらくしてまた親子でね昼間リビングにいたら、2階から階段をトッとっとっとっと降りてくる足音するんです。でお母さんと娘2人揃ってその足音をずっとねこう目で追ってるんです。リビングのドアの向こうにトッとっとっとっと迫ってくるんです。で見てる2人の目の前でこのドアの部ガチャッと傾いてドアギーッと開いてくるんです。誰もいないんですよ。ってのがあってからさすがにこのお母さんももしかしたら本当に自分の娘は何かその得体の知れないものと友達になってんじゃないかと思い出したらしいんですよね。っていうような話をわーっと聞かせてくれる。でそうこうしてるうちにまあ1時間がワンセットが終わってしまうと。で今日このあとねご延長かお会計どちらにしますって聞いたら、あ今日はすいませんここでお会計お願いしますと言って帰られることになったんですけど、帰る直前にこの奥さんの方がお手洗いに行かれたんですね。で旦那さんの方と僕2人で話してたら、旦那さんが奥さんごめんなさいねあのうちのが変な話しちゃって、あ、ね、旦那さんはやっぱそういうのをね全くこう信じてないタイプなんですねっつったら、いやあのごめんなさいそういうのじゃなくて、あの奥さんうちの家内の話あの真に受けないでくださいって言うんです。えどういうことですかって言ったら、いやうちの娘もうとっくに亡くなってるんです。わ亡くなった娘さんをお母さん見続けてるんです。でこの亡くなった娘さんの霊がさらに別の霊と友達になってるんです。二段階だからこれはちょっとその類型的な話からちょっと一歩外れた話というか、へえ、いやすごいですね。これもね高校時代の話なんですけど、ある日放課後仲いい連中でもうバカ話してたんですけど、ふとした弾みで大したね深い意味はないですけど、神様っているのかっていう話になったんですよ。だから仲間の一人が平然と、お神様っているよ、いやいるらしいよって言うんですよ。で何なのそれって聞いたら、いや俺じいちゃんに聞いたんだけどさって言って、彼が彼のおじいちゃんの話をし始めたんですよ。で彼のおじいちゃんがまず子供の頃こう大
解消自体の話だって言うんですけど、どこの、ね、地方かわからないんですけど、どこにでもいる、まあ、少年だったんですけど、まあ、6歳ぐらいの時なんですかね、もう毎日のように子供たちがね、近所の子供たちが神社の境内に集まって、まあ、いろんなこう鬼ごっこしたりですとかね、素朴な遊びをしてたらしいんですけど、この子供たちのグループの中で、まあ、ガキ大将というか一番こう年長の、ね、男の子でもすごく面倒見がよくって、もっちゃんって呼ばれてる子だったそうなんですけど、新しい遊びを発見するのがすごくうまい子だったんです。で、周りの、ね、こう幼い子たちからもっちゃんは遊びの神様だっていつも言われた。でそんなある日、もっちゃんが、ね、子供たち集め、年下の連中集めて、おいお前たちこれできるかって言って、地面から小石を2つ拾い上げるんですよ。で1つをこう空中にヒュッと投げる。でもう1つ手に持ってる方をそれめがけてピュッとやるんですよ。とうまい具合にこれが空中でぶつかるんですよ。とカチンっていう音がするんですよ。でそれが子供たち面白くて、うわーすごいすごいって、でみんな真似するんですけどうまくいかない。でもっちゃんもう一回やってって言って、でもっちゃんもそれもう一度やってカチン、あーすごいすごいって、これを何度か繰り返してた時に、投げる、でもう一つ投げる、それがまた空中でぶつかるんですけど、カチカチって言うんですね。で子供たちはわーすごい、今度は音が2つしたって言うんですけど、当のもっちゃんはんって顔してるんです。それそうなんですよね、石と石ぶつかってんだから音はカチンなんですよ。なんでカチカチって言うんだろうなって思った時なんですよ。みんなで何気なくこの上を見上げたって言うんですよね。彼らのすぐね後ろに御神木のでかい杉の木があったらしいんですけど、この杉の木をずっと目で追ってた時、地上から5メートルぐらいのところだって言うんですけど、幹がありまして、その幹の上に、枝の上にね、はい、何かが乗ってるんですよ。ただ確かにね、日が暮れかかってきてる時間帯ではあったんですけど、まだ日差しがあって他の友達の顔なんてはっきり見えるんですよ。なのにその枝の上の何かだけは日が当たってないんですよ。でみんな、なんかこのぐらいの大きさのものだって言うんですけど、あれなんだろうと思ってるうちにそれが前後にこう揺れるんですよ。あーと思ってるうちに、ある瞬間自分たちの目の前にドチャッと落ちてきたんですよ。それがこのぐらいの大きさの頭なんですよ。本当にこの泥をこねて作ったような質感で、本当にそういう泥の皮膚なんですよ。で髪の毛がものすごく長いんですけど、こう本当にこう葉っぱがついてたりですかね、ものすごく汚いんですよ。でこの首が顎だけ動かして歯をカチッカチッって鳴らせてる音なんです。それを分かった途端に子供たちみんなうわーって悲鳴上げて、神社の参道をねみんなでこうかけてくるんですけど、後ろからカチッ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 っていう音がするんですよ。でみんな怖いけど後ろ振って振り返ったら、その首が顎だけでカチッ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 って追いかけてきてるんです。であまりの恐怖で一番小さな子が転んでしまったんですよ。でみんなそれ助けなきゃと思ってね、先頭走ってた子もくるっとこっち向くんですけど、もうその首は目前まで迫ってるんです。でみんな子供たち、あダメだって思った時に、この子供たちの輪の中から見たこともない女の子、やっぱ5、6歳の子だって言うんですけど、その首に向かって一歩トンと踏み出すんです。で綺麗な着物、身なりのいい、ちょっといいとこの子なんだろうなっていう女の子なんですけど、その子が首に向かってトッとッと歩いてって、近づいてくるその首に向かって石を一つ拾い上げてヒュッと投げるんです。でその石がその首の額にパチッって当たったのと同時に首がピタッと止まる。女の子さらにトッとッとッと進んでって、その首の髪の毛掴んでずっと境内に向かって歩いてるんです。で子供たちみんなそれを呆然と見てるんですけど、境内の前に着いた時に女の子一度だけこっちをくるって振り返ったんです。その時ににっこり子供たちに向かって笑ったらしいんです。で次の瞬間女の子と首パッと消えるんです。
ただこれがねどういうものだったのかっていうのは分かんないんですけど、この体験したおじいちゃんずっと大人になっても覚えてて、あれはあの女の子神様だったのか、神様のまあ使いだったのか、でじゃああの首って何だったんだろうって考えた時に、この神様にね何かすがりたい横島なもので、それがね子供たちの輪の中でそのもっちゃんを神様、遊びの神様だなって囃し立ててたのを聞いて、あ自分も何かあやかりたいと思って現れたんじゃないかと、そんな推測をこの自分の孫にしてたらしいんですよね。でもこれなんだかすごくこう、まあ時代のせいもありますけどね、なんだか不思議だけどちょっとのどかな感じもして、不思議な話だなと思うんですよね。高校時代から仲の良かった山本という同級生がいまして、ある年の夏だったんですけどね、久しぶりに2人で地元に帰って、で彼の家ってのがあの高校、この山本がね高校生の時に建てたばかりの一軒家、立派なね結構大きな一軒家なんですよ。で両親はちょっと離れたところに、まあ、単身赴任で行ってるんで、高校時代からこの一軒家を山本は一人で使ってるんですよ。でまあそうなるとね僕らからすれば格好の遊び場なんですよ。で久しぶりにこの地元帰った時に、じゃあ山本今日さお前ん家で遊ぼうぜって、でいいねなんて言ってる間に、あの同じね高校の同級生の女の子2人とばったり出くわして、で今何してんのなんてね、みんなお互い近況報告しちゃって、今日俺夜山本ん家行くからさ、じゃあみんなで行こうよで4人でこの夜になってね山本ん家集まって、さあ何するってなった時に、広い一軒家ですよ、で親もいないんですよ、かくれんぼしようぜって言って、やっぱ大人になってからね、あの一軒家丸々使ってかくれんぼってちょっとテンション上がるんですよね。あ、でじゃんけんして山本が鬼になったんで、じゃあ俺、ね、数数えてみんな探すからって、で彼最初自分の2階の部屋行って、で 1,2 と数数えてるんですよ。で残った僕と女の子2人はそれぞれ1階にねこう分かれ て、で僕どこ隠れようかなと思った時に風呂場が目についたんですよ。であここいいなと、で電気もつけずにこのドアをね半分ぐらい開けるんですよ。でこの風呂場っても結構広いんですけど、湯船にバスタブに水は入ってない状態で、お風呂の蓋をね半分だけ開けとくんですよ。で僕はどうするかっていうと、この風呂場の一番隅にギューッと体を縮めてじっと隠れるんです。でこれなぜそうするかっていうと、例えば鬼が風呂場来た時に、まあ、ドアが半分開いてるから中見渡せますよね。でバスタブの中この蓋が半分開いてるってことは中まで見渡せるんですよ。で人間の本能としてパッと見た時にバスタブに人がいないって判断したら、あここには誰も隠れてないって判断する傾向が多いらしいんですよ。で一度鬼が去ったら僕今度はこのバスタブの中に隠れよう、もし鬼がねそれであそうか全部は見渡してなかったって戻ってきた時、再び見てもね部屋の隅にも風呂場の隅にも誰もいない、完璧な隠れ方だと思って、で僕じっとね見潜めてるんですけど、しばらくしたらこう山本がね2階からダダダダッと降りてくるんですよ。で家中のいろんなところをこうガチャ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 開けてるんですよ。で次第にその足音がこっち近づいてきて、でああ来るぞ来るぞ来るぞとドキドキするんですよ。でそうこうしてるうちにやっぱりねこの風呂場、まあ、わずかに開いてるそのドアの間からもう一瞬見ただけで山本じゃないってのは分かるんですけど、真っ白な女の手なんです。それが左手をスッと入れるんですよ。で僕がねこっち側に隠れてるんですけど、まるで僕を探すかのようにこの腕、この肘から先だけなんですけど、これがずっと伸びてくるんですよ。広い風呂場で入り口からこのね一番隅っこまでって、まあ、2メートルないにしても1メーター数十センチはあるんですよ。それをこの第一あの肘から先の腕だけがスーッとそのままゴムみたいに伸びてくるんですよ。でもうはっきり覚えてるんですけど、その白い手指が細くて
で薬指に僕詳しくないから分かんないですけど緑色の宝石のついた指輪をしてるんですよ。でそれがスーッと伸びて僕は完全にあ人間のものじゃないってのは分かるんですけど、はい、僕はあくまでも今かくれんぼをしてるんですよ。見つかるわけにはいかないと思って相手が誰だろうとでさらに身を縮めてギューッとするんですけど徐々に徐々にこの手伸びてきて本当にここまで来てこの手が僕を探すようにスーッと動くんですよ。あもうこのままちょっとでも触れられたら見つかるって思った時にこの手が諦めたようにスーッと引いていくんですよ。でそのまま僕またねそこでじっとしてるんですけどそれからしばらくして、鬼の山本がねあのもう降参だと、まあ、女の子2人は見つけたけど村上はもう見つけられないどこにいるんだと大声出してるから僕風呂場から出てっていやずっとこの風呂場にいたんだって言ったらあ風呂場かそこは探してなかったって言うんですよ。でもこれも変な話で自分家でかくれんぼして風呂場なんて割と最初に探しに行く場所だと思うんですけど山本は探しにすら来てないって言うんですよ。もちろんその白い手って、ね、他の女の子2人のどちらの手でもないんですよ。この2人の女の子って高校時代もねずっと部活やってて、割とねこう日焼けしてるんですよね。もう本当にこのお城に塗ったような真っ白な手なんですよね。ただあの手が何をしたかったのか、まあ、僕をつ、ね、見つけたかったのかってなった時に正直その時に僕恐怖は感じなかったんですけど後々になってもしあそこで僕が見つかってたら僕どうなってたんだろうな今度は僕が鬼になったのかなというのを考えた時にちょっと気持ち悪かったですね。怖っ。これね本当にちょっと苦い思い出なんですけど僕高校2年の時だったかなあのちょうど8月なんですよ。で高校時代すごく仲のいいヒロシって友達がいたんですけどで夏休み入ってから毎日あのヒロシ僕ん家遊びに来るんですよ。でも北海道の田舎だしそんな周りにね娯楽施設があるわけでもないやることが何にもないですよ。で毎日2人で僕の部屋でゴロ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 して過ごしてたんですけどある日ヒロシがそうだ今晩花火しようぜって言うんですよ。であいいねってまだ今年やってねえよなと。で僕の実家からちょっと離れたところに川があるの で日が沈むのを待って、2人でね花火いっぱい買い込んで川に向かったと。でもう日が落ちて真っ暗な河原 で結構広い川なんですよ。最初ね手持ち花火なんかこうやってたんですけどなんかこう男2人ですからねちょっともうちょっとこう派手なのないかなって言い出したらヒロシが「あじゃあこれいいじゃん」って言って手に取ったのがロケット花火なんですよ。で近くに、コーラの空き瓶が落ちてたんでそれ拾ってきてこう刺してね打ち上げる上空でパーンってでやっぱこういう派手なのいいよなって言ってたらヒロシがあって言って村上これ知ってるかって言うんですよ。でまたこのコーラの瓶に、ロケット花火を刺して火をつけるんですけどただ上に向けるんじゃないですか目の前の川に向けてちょっと斜め角度をつけるんですよね、うん、とこのチュッと飛んだロケット花火が水中に入っていくんですよ。でも水中の中でゴボ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 ボボンって言うんですよ。たったこれだけのことなんですけどすごく面白くてあじゃあ俺もやらせて僕もやるで2人どん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 やっていくうちに最後の一本になったんですよ。最後にヒロシがじゃあ俺もう一回最後やるわただこの最後瓶の角度ちょっと誤ったんですよね。水中に入らずに水面スレスレのところをロケット花火がシューッと垂直に飛んでいくんですよ。この暗くて広い川の真ん中あたりだと思うんですけどパーンって弾ける音がするんですよ。このパーンっていう破裂音が消えるか消えないかの時だったんですけど暗い川の向こうから赤ん坊の声聞こえるんですよ。で最初さすがにねえ何これ猫って言うんですけどどんどんその音が大きくなっていくんですよね。で何これってうわ幽霊じゃねえかって2人でもうロケ花火を置いたまま僕の家へ走って逃げたんですよ。でちょうど
僕の親父がいたんで、いや今あの川で花火してたら幽霊出たって言ったら、親父にあの高校2年にもなって河原で花火して幽霊で見た、バカかっつって怒られたんですけど、で、翌朝になって僕いつものように朝起きてね、 リビング降りてったら親父が新聞読んでるんですけど、おいっつってこう読んでる新聞指さすんですよ。で何って覗いたら、ちょうどその前日、まあ、僕らがね花火やった日なんですけど、夜、まあ、その川の上流で橋の上から20代前半の若いお母さんが生後間もない我が子を、まあ、育児のエロゼだったんですかね、川に投げ捨てたと。でそれがその遺体がね下流の方で発見されたっていう記事なんですよね。だそれ見た時に、うわもしかしてなんですけど、僕らが花火やってた時その子まだ生きてたんじゃないかと、で必死でその叫んでたんじゃないか、で最悪ねその子に向かってロケット花火打ってしまったんじゃないかと思ったら、すごく罪悪感湧いてきたんですけど、ただよく思い出したんですよ。そんなわけがないですよ。僕らが花火やった前の日って大雨が降ってて、水かさ増してすごい轟音だったんですよ。ゴーって前この辺の位置でこうヒロシと会話しててもなかなか聞き取れないぐらいすごい音を立てたんですよ。あの轟音の中でどんなに、ね、仮に赤ん坊が生きてたとして叫んだところであんなはっきり聞こえるわけがないと、で自分に言い聞かせたんですけど、その日からパタッとヒロシが僕ん家遊びに来なくなるんですよ。で結局夏休み終わって、登校初日になるんですけど、やっぱ学校出てきてないんですよ。でどうしたのかなと思いながら、クラスにもう一人年寄っていうすごく仲のいいやついて、でこいつもあの心霊とか好きなんですよ。でそいつに話したら、なんかそれあったかもしんねえな、じゃあ今日放課後ヒロシんち行ってみようぜ。で年寄と二人でね放課後行ってみて、チャイムを押すんですけど出てこないんですよ。あれどこ行ったの、なんかね家族で旅行でも行ってんのかなって言った時に、ドアガチャッと内側から開くんですけど、本当にあの顔が土系色になったヒロシがねこの隙間から見えるんです。お前どうしたのっつったら、いやちょっと見てくれ。で2階の部屋案内されて、でいやパジャマ着たまんまだしね、ずっとこいつ寝込んでたんだろうなと思って、いやヒロシさ、あの花火の時のことな、あのもしかしたら気にしてるかと、でもさ、いや俺も考えたけどあれ絶対違うよと、あのかわいそうだけど、いや俺たちが花火やってた時はもうあの子生きてなかったと思うんだよなって言うんですけど、上の空なんですよ。ああ、いやお前それ気にしてんじゃないのって言ったら、うーんって言いながら天井をスッと見上げるんですよ。で僕と年をもつられて天井を振ってみたら、天井に本当に小さな泥のついた人間の手形がベタ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 っとついてるんです。何これっつったら、いやあの日からあの子俺の部屋来るんだよって言うんですよ。で聞いた途端にこの年男が、もう一人の男が、あのちょっと電話借りるぞって自分のおばさんに電話かけてるんですよ。で彼のおばさんっていうのがやっぱすごく勘の強い人らしくて、でそのままヒロシちょっと来いっつっておばさんとこ連れてったんですよ。で翌日ケロッとしてヒロシ投稿してるんですよ。でお前ね昨日年男のおばさん家で何あったのって言ったら、全く覚えていないと。それどころかあの花火をした次の日から俺記憶がないんだよなって言うんですよ。一体ね彼に何があったのかつまり未だにわからないですよね。なんか今まさにそのいつもじゃない、うん、いつもはそんなことないのに、うん、その晩だけなぜかこういうこと起こったんですって話聞いたことがあって、うん、あの以前、ね、スリラナイトに来られた男性50代ぐらいの方だったんですけど、その方が十数年前まだ30代の頃なんですけど、あのその当時のこの男性のお仕事っていうのはゲームを作ってる方で、やっぱ、ね、毎日その都内のあるオフィスでこう大きな画面にねその開発中のゲームをこう映して、その異常がないかっていうのをずっと何時間もこうチェックするっていう仕事をしてたらしいんですけど、
別にこの建物とかその周りの土地に何かあるなんてことは一切ないらしいんですよ。ただその一晩だけらしいんですけど、その日同僚の男性と2人でもう深夜までかかってずっとその画面に向かってたらしいんですよ。で、まあ、他にね同僚もいないからフロア の, この横の方は全部電気を消してたらしいんですけど、夜中ある瞬間突然このオフィスの空気というか圧がグンって変わったらしいんですよ。っていうのが入り口のドアっていうのは鉄製の扉なんですけど、それを開けるとこの外気が入ってくるんで室内のこの空気がねブンっていう音がするらしいんですよ。ただとっさにそれ聞いた時に、あ、誰かこんな時間だけど同僚がなんかね仕事でもしに来たのかなと振り返ることもなく二人で顔面に向かってるんですけど、案の定誰かが入ってきて、で彼らのね作業してる彼らの真後ろにパーテーションがあるんですけど、そのパーテーションの向こうをコツ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 と歩く足音がするんですよ。ただその足音っていうのがハイヒールを履いた女性の足音だって言うんですよね。あれ、うちのこの自分たちの同僚に女性いないよなって疑問は湧くんですけど、なぜかそれを確認するっていう気分にもならないらしいんですよ。で2人でずっと黙ったままそれに触れずにゲームやってるんですけど、ただこのまあ、パーテーション伝ってね広さなんてたかが知れてるんですけど、その裏をこの歩く足音いつまで経っても終わらないんですね。あれ、さすがにこの足音いつまで続くんだろうって思った時に、今度その、まあ、左手側がね電気の消えたこのオフィスのソファーが置いてあるらしいんですけど、その薄暗いソファーのあたりから男女の話し声が聞こえるらしいんです。ただこの声っていうのが割とね数メートル離れた距離 でそこでの2人の会話で声の音量っていうのも別にそこまで小さくないんですよ。ただ何を言ってるのか言葉のはっきりとしたこの音っていうのを聞き取れないらしいんですよね。何か会話をしてるっていうのは分かるんですけど、その内容が全く分からない。ただ一つ分かるのはこの男性と女性何かをめぐって言い争いをしてるんですよ。で次第にこの女性の方がヒートアップしてって、しまいには絶叫するらしいんですよ。なんだっていうものすごい大きな叫び声なんですけど、何を言ってるのかが聞き取れないらしいんですよね。さすがに2人でうわなんだこれって思ってる。でもそれと同時にやっぱり後ろの足音もコツ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 聞こえるんですよ。ただある時二人で目を見合わせてあって気づくんですけど、後ろ歩いてるこの足音、これ自分たちの真上から聞こえてるってのに気づくんです。なんですけどそれ気づいた途端怖くてそれを確認する勇気がないんで、二人でさすがにちょっとこれまずいぞと思ったある瞬間、目の前のこのゲームをね映してる画面がバツンと消えるんですよ。と同時に足音も男女の会話もふっと聞こえなくなったらしいです。ただそれと同時に真っ暗になった画面に人間の片目だけが映ってるんですよ。で思わず2人でえって声出したんですけど、えって言ったのと同時にその目がパチッと瞬きしたらしいですね。次の瞬間またテレビ画面ボンと元に戻ったらしいんですけど、たった一晩この体験だけだって言うんですけど、なぜあの日あの晩そんなことが起こったのか全くわからない、その夜だけなんですって言うんですよね。不思議ですね、つい 2,3 ヶ月前僕ね急に背中がだるくなったというか背中に違和感を感じたんですねっていうことをこう知り合いに話したら、だったらロックさんいい腕のいい整体師さん紹介するよっつって群馬県にお住まいの整体師さんとこ連れてってもらったんですよ。で50ぐらいの男性の方でね整体師さんでとっても気さくな方 で僕もこう背中揉んでもらいながら、いや実はこういうね階段っていう仕事してましてっつったら、この整体師さんも あそうなんですね、いや僕もそういうの興味あって僕ね実はそういう体験結構多いんですよって話してくれたんですよ。でどのエピソードも面白かったんですけど、中でもねちょっと気になったのが、この先生が20代前半の頃
25年ほど前なんですかね、ある時期仲間内で一人当時人気だった高級なスポーツカーを手に入れたやつがいたんですよ。でそれを聞きつけた仲間たちがね、この整体師さんも含めて、ちょっと1日でいいからその車貸してくれよと、ドライブ行きたいで頼み込んで、この整体師さんともう一人の友達でこのスポーツカー借りたらしいんですよ。でその晩二人でその車乗ってドライブに向かうんですけど、向かった先があの群馬県の赤城山、まあ、昔からねいろんな言い伝えもあるとこなんですけど、そこを二人でこの車でずっと山道登っていくと、ただまあ二人からすればね地元で生まれ育ってるんで、もう庭みたいなもんです。どの道も熟知してるんです。でいやさすがこれいい車だなって言いながらずっとあるところまで行った時に、突然霧が深くなってきたと。で全く先の視界が見えない、あこれやばいなってちょっと減速してね、徐行しながらゆっくり進んでる。とそのうち霧が晴れるんですけど、全く見たことも来たこともない道なんです。あれこんな道あったっけって言ってた、ある瞬間なんです。車の前方に突然なんですよ、赤い真っ赤に光る球体がボンと現れたんです。ただこれが距離がどのぐらい離れてるのか、遠いのか近いのかすらもわからないぞ。ただただ真っ赤な球体なんですね。で2人でそれ見ながら車止めて、何あれってじーっとそれ凝視してたら、そのうちこの球体がぐーっと潰れてくるんです。で形がどんどん平べったくなってくる。で最終的にこの薄い皿のような形になった時に、何のこれね理由もないんですけど、この整体師さん本能的にあ危険だって思ったらしいんです。で運転してる友達の運転席のね友達の頭を掴んで、危ねえっつって2人同時に頭をグッと下げるんです。とその次の瞬間ブンと音がするんです。おで恐る恐る2人顔を上げてみたら、目の前のフロントガラスに1メートルぐらいの穴開いてるんです、細長い。何これと思って2人同時に後ろパッて振り返ったら、あの座席のこの頭乗せる部分、はい、あれすっぱり切れてるんですよ。でそのままさらにその後ろ見たら、後部座席のガラスにも同じ穴開いてるんですよ。だから本当に鋭利な刃物で切ったような、そんな穴なんですよ。あの瞬間2人頭下げてなかったら僕たちの首見事に飛んでたんですよ。でまあ、次の日すぐ修理屋さん持ってったら、やっぱそこでもこれ何したんですかって言われて、でまあね結構な高い修理代払う羽目になりましたよと。でそれ以来二度とその道にたどり着くこともできなければ、あの赤い球体が何だったのか未だに分からないんですって言うんですけど、こっから余談なんですよ。僕この話聞いて思い出したことがあるんですよ。僕が20代の頃、まあ、スーパーのねある精肉店でバイトしてたんですけど、ある日そこのチーフが、いや村上君、いや実はさっつって話しかけてきたんですけど、その前日この上司が精肉加工工場の見学に行ったらしいんですよね。であの鶏の肉を加工する工場らしいんですけど、真っ暗な部屋に何百羽という鶏がぎっしりこうひしめいてる。ただねみんなこう黙ってじっと身を潜めてかがめてるんですけど、ある瞬間この部屋の天井部分についてる赤いライトがポンとつくんですね。とその瞬間これ鶏の習性らしいんですけど、全羽首をふっと伸ばすんですよ。途端に部屋の隅から大きな羽ブンって飛んできて、全羽鶏の首を跳ねるらしいんですよね。なので僕この整体師さんの話聞いた時、まるで鶏みたいだなと思ったんですよ。結局でも何なのかは分からないんですよね。でもそれ確実にその赤い光のこの玉は首を刈るためのものですよ。そうなんですよね。これもね変な話なんですけど、僕二十歳の時2年間専門学校に通ってるんですけど、そこの同じクラスになって同級生で、さっきの翔平さんと同じたかしってやつなんですよ、うん、で会った初日からこいつちょっと変わってんなと思ったのが、まず初対面自己紹介するじゃないですか。たかし自分の名前噛むんですよ。たけちって言うんですよ。たけまで言うんですよ。
で、ああいやたかしって言い直すんですけど、これ僕だけじゃない、誰にやっても必ず噛むんですよ。でそれ以外は日常会話でね噛むこともないし、変わったやつだなと思ってたんですけど、決定的だったのがその年の彼の誕生日だったんですよ。でクラスのね仲いい連中で、ちょっと今日あいつのサプライズパーティーしようぜって、で、まあ、いつもの飲み会っていう体でたかしんち行って、でわいわいやってるうちに一人が、じゃあたかし誕生日おめでとうって、で本人もびっくりして、あマジで、で一人がちゃんとこうケーキ買ってきてて、じゃあさこれせっかくだからあの火ろうそくに火つけて吹き消そうぜと、でいざセットして火をつけて、で仲間の一人がじゃあ電気消すぞって部屋の電気消そうとした時に、たかしが、ああの明かりつけたままにしといてくれって言うんです。でもまあこれ暗くないとさろうそくの火消すの雰囲気出ないじゃん、いやいやいいんだ俺このままがいいんだって言い張るんです。でまあまあ本人もねそういうんだったらまあいいかってことでその日終わったんですけど、さすがに後日仲間内でね、たかし以外の連中でなんかあいつ変だったなと、何なんだろうねって言ってた、ある日メンバーの人に中ちゃんって男が聞いたんです。たかしにあれ何なのって問い詰めたら、実は俺小学生の頃から誕生日でこうろうそくでね火消す時部屋暗くするの苦手なんだと。でそのきっかけになった出来事があるらしいんですけど、たかしくんが小学校3年生の誕生日の日で、クラスメートをね仲いい連中をこう家に呼んで、お母さんがこうケーキ買ってきてくれて、で子供たちだからケーキ見た瞬間わーって喜ぶんですけど、そのうち一人の女の子があれこれたかしくんのじゃないって言うんですよ。でみんなうんと顔近づけたら、確かにこのケーキについてるデコレーションでね、この板チョコレートの板、そこにこうお誕生日おめでとうって書いてあるんですけど、それがたかしじゃなくてたけしになってるんです。でみんな小学生ですからね、たったそれがそれだけのことが面白くて、ああ本当だこれたかしくんのじゃないたけしくんのだと、わあ、でお母さんも不思議そうに、あらさっき買ってきた時はちゃんと名前確認したんだけどねと、そんなこと言ってもこう味が変わるわけじゃないし、もうね、じゃあろうそくの火消しなさいって言って明かりを消す。で、このねろうそくの明かりだけで部屋が照らされてるんですけど、いざこのたかしくん息を吸い込んでろうそくに向かってふーっと息吹きかけるんですけど、ちょっと足りなかったのかろうそく一本だけ明かりが残ってしまった。ああもう一度だと思ってもう一回吸い込んだ時なんですよ。1本のろうそくに照らされてるその向こう、同級生の男の子と女の子がいるんですけど、その間にもう一人いるんです。ただ真っ暗で何もわからない、ただの黒いシルエットなんです。でも大きさからすると自分たちと同じぐらいの小学生なんだろうな、あ誰だろうと思ってるけど、もう息吸い込んじゃったから吐くしかない、ふーってやったら部屋は真っ暗になる。で再び明かりつけるとやっぱりそんな、ね、もう一人の人間なんていないぞ。あれ何だったんだろうなと思いながら、その晩たかしくん自分の部屋で寝てたら、突然自分の体の上にドスッと何かが乗る。で何だろうと思って目を開けるんですけど、昼間見たあの真っ黒な黒いシルエットが自分の上に乗ってるんですよ。でこいつなんだろうと思う、一生懸命目をこうね開くんですけど何も見えない。ただその翌日からなんですよ、たかし自分の名前名乗るときに自分がたかしだったかたけしだったか分からなくなるんですよ。でそれが毎年誕生日になるとやっぱりその黒い何かが現れる。でその晩必ずそいつが自分の上に乗るんですけど、2年目なんですよ。その真っ黒なシルエットの中に目があるんですよ。で3年目ニッと笑ってるんですよね、白い歯が見えるんですよ。だんだん顔のパーツが増えてってるんですよ。でもこれ毎年続くと、しまいにこれ自分の誕生日を祝ってるのかその何かの誕生日を祝ってるのかわからない。なのである時期からろうそくの火消す時に俺明かりつけたままにしてるんだと、そうすればあいつが出てこないんだと。でそんな話をこの同級生の、ね、中ちゃんって男が聞いてきて、でなんか不思議な話だななんつってたんですけど、そのまま、専門学校を卒業しまして、でそれから十何年経って、今からね8年ぐらい前ですかね、中ちゃんと僕再会して居酒屋で飲んだんです。
でね、誰々は今どうしてんだろう、その思い出話に花咲くんですけど、その中でふとこの高志の話になったんです。あいつ何してんだろうねって言ったら、中ちゃんが、俺何年か前あいつに会ったんだって言うんです。あいつどうしてんのって言ったら、いやなんかサラリーマンやってらしくてさ、で俺ばったり駅前でね会って、そのまま喫茶店行ってあいつ話したんだと。そしたらさ、あいつ例のな、誕生日の時明かり消すっていう、あれもうやらないらしいんだよ。どういうことって聞いたら、その数年前にこのたかしのお父さんが、実家のねお父さんが亡くなったらしくて、でそのタイミングで久しぶりに実家に帰ったと。でお葬式終わった後に、まあ、親族も集まってるんでね、彼の実家の横にこの物置があるんですけど、これ非常にこういろんなものがね雑多に詰め込んである。せっかくなんで人でもあるし、断捨離じゃないけどちょっと整理しようっつって、押しあの物置の中の荷物全部こう出してったら、一番奥に見覚えのあるあるものがあったんです。それが子供サイズの真っ黒に焼け焦げたマネキンなんです。ただそれ見た時、たかし覚えがあるんです。彼が小学校1年の夏休み、2つ年上のいとこのお兄ちゃんがその日遊びに来てて、で昼間からね2人でちょっと探検しようぜって近所見て回ると半年ぐらい前に彼の町内で火事を起こした家があって、で死傷者いないんですけど、もう家全体全焼、真っ黒な状態で、家財道具も何もないんですけど、この家の中に唯一残されたのがその黒く焼け焦げた子供サイズのマネキンなんです。それ見た時にこのいとこがね、お兄ちゃんが、あのマネキンたかしそっくりだな。当時のたかしくん日に焼けて真っ黒だったんです。でちょっと前あの横立ってみろっつって、でたかしくん隣立ったら背丈も同じなんです。うわなんかたかし二人いるみてえだ、じゃあお前がたかしでこっちのマネキンはたけしだな。でたったそれだけのことで二人でゲラゲラ笑ったんですけど、そこまでは覚えてるんです。ただその後このマネキンを家に持ち帰ったっていう記憶はないんです。なんだけどそれ見た瞬間に、あお前だったのかと、毎年俺の誕生日に出てきたのはお前だったのか。で毎年ねこう顔のパーツ増えていくけど、自分で気づいたんです、自分に似てるっていうのは。あお前俺になりたかったんだな、でもなもうあのずっとここにいていいけど、あのもう悪さするなよと、そんなことを心の中で祈ったんだと。でそれからはあいつも無事出てこなくなったから俺大丈夫なんだっていう話をこの中ちゃんが喫茶店で聞かせてもらったらしいんですよ。でじゃあよかったねって僕言ったら、中ちゃんがいやそうでもねえんだって言うんですよ、うん、どういうことっつったら、いや俺さその話を喫茶店で高橋から聞かされてるところすっげえ気持ち悪くて、あいつその話しながら時折キッキッって音出すんだと。で俺最初こいつ歯しりでもしてんのかなと思ったんだけど、よく見てたらあいつ時折自分の腕曲げるんだけど、関節からキーキーって木をこするような音がするんだ。で俺それが気持ち悪くてさ、で最後俺あいつ駅まで送ってて改札で別れたんだけど、最後握手したんだと。で俺あいつが改札の向こう消えてった後自分の手見たらさ、手のひらすすで真っ黒なんだよな。俺があったのたかしだったのかたけしだったのかわからないんだよなって言うんです。もしかしたらですけど、このたかしくんたけしくんと入れ替わってる可能性があるんですよね。うわあすごいですね、SF チックっていうか、なんつったらいいんだろうな。まあ物も100年経ったらね、そんなにかやろうとかね、言うけど。